外で飲むときにいろんな方と出会って、おしゃべりをして、それがすごく楽しくて、バーに通い詰めることが多くてですね、だからそういうものを一時期ハマってずっとやってたんですよ。だからこのですね、やはりいろんな方に出会えるっていう魅力がお酒にはあるんだなっていうのも同時に思いましたし、お酒で失敗するっていうのもね、やはり怖いので、だからいかにお酒をうまく飲むか、いかにうまく付き合っていくかっていうのはやはり20代の課題でした。勢いに任せて飲むとね、失敗ばっかりしかしないので。いいですか、10代の皆さん、お酒ってね、楽しいだけじゃないんですよ。怖いこともいっぱいあるんでね、ちゃんと20になってね、飲み方をちゃんと分かって飲んでください。そういうのが分かる、先輩たちに教えてもらったら、すごい楽しい世界が待ってますからね。はい、楽しみにしててください。はい、夕方からお酒の話をしてしまいました。今日は感動ということでですね、僕の方から一つ、感動と言いますと、僕はですね、結構ガジェット通というか、新しい機材に目がない人間でして、どうしても特に音楽が好きなんですよね。で、一番最初に音楽にハマったきっかけが、ちょっと小学生の時に長い入院した時があって、その入院生活の時にどうしても暇なので、親が自分が使っているカセットテープレコーダーを僕にプレゼント、ウォークマンみたいなですね、このちっちゃいカセットテープをプレゼントしてくれたんですよ。で、それを毎日使い倒しました。自分で退院した後も自分で録音して自分のオリジナルテープを作ったんですよ。だからそういう楽しみ方を結構してたので、いや、初めてですね、このステレオをヘッドホン使った時は感動でした。頭の中でこうなんか音が聞こえるみたいな、こっからシンバルの音が、こっからドラムの音がみたいな、このですね、ステレオっていうのを初めて体感した時は、それこそ感動しました。そんな形で家電っていうのが新しく出るたびにですね、僕は結構単純にも、ああすげえってこの感動しちゃうタイプでございます。皆さんはいかがでしょうか。家電にここまで感動したことはありますでしょうか。普通の人に多分ないですよね。 うわこの家電すげえって言ってるの絶対家電オタクですよね。はい、いつか僕もアメトークに出させてもらえないかなと、家電芸人で出たいなって思っておりますが、はい、その夢は叶うのでしょうか。 はい、ではお時間もお時間ですが、33分、ここでですね、ちょっと次は1曲お届けしたいと思います。これもですね、ちょっとそういう家電というか、そういうのにまつわる話にもなったかな。ちょっと僕が初めて見た時感動した PV ですね。はい、I got you っていう歌なんですけど、フューチャリングジャックス・ジョーンズ、ダック・ドゥメン、ドゥモント、ダック・ドゥモント、ちょっと EDM の曲なんですけどね、すみません、ちょっとこっちは情報の方が調べる間もなくちょっと紹介になりますが、これ去年、おととしぐらい、いや、もうちょい前だったかな。割とですね、先見性のある PV だったんで、意外と前なんですよね。ここ最近ではないんですよ。ちょっとこれを紹介したいと思います。では、ダック・ドゥモント、アイダッチ。はい、ではツイキャスの方ですね、ご覧の皆様どうもありがとうございます。ブチ選手さん、先ほどコメントありましたね、30には見えないと、ありがとうございます。
そうなんですよ。僕30歳なんですけど、いまだにですね、学生と間違えられたりとかすることがあって、時折ですね、お酒買う時に身分証って言われるんで、まあいいんですけどね。一応ビッグには年下の男性の店員に身分証って言われたらさすがにドキッとしますよね。こいつマジかって思うんですけど、なぜかというと、僕は別に言われても気にしないんですよ。逆に、若く見てくれてありがとうっては思うんですけど、相手がですね、すみませんでしたってすごい大げさに謝ってくるので、これはちょっと怖いな。まあそこまでしなくてもいいのかなっては思いますね。はい。牛選手さん、青森飲みたくなってしまいました。そうですよ、青森。僕はですね、実は青森苦手だったんですよ。ちょっと学生の頃、まあ大学生の頃ですね。まあ、あまりいい思い出がなく。まあでも、美味しいおさ、あの、青森を飲むとですね、ああ、青森美味しいなって思うんですよ。この年になると、やはり青森も飲む機会増えますので、やはり飲み方ですよね。何事も大事なのは。お酒っていうのは、だから付き合いが大事なんだっていうのをすごく勉強させられました。ルチ選手さん、ミュージシャン感もすごいですよ。ありがとうございます。でも楽器は一切弾けません。楽器弾けないんで、ちょっとDJ の方に、どんどん移行していったんですけどね。まあ、何かと、DJ っていうのは曲を聴いてるからできるっていうのもあるんですけど、まあセンスは僕にはあるかどうかって言われるとそこまでじゃないかなって思うんですけどね。まあ今はまだ勉強中でありながら、まあこれからもちょっと DJ を頑張りたいなとは思ってます。はい、シュプリームさん、カセットテープって懐かしいね。最近まだカセットって売られるようになったよね。メタルカセットに憧れたわ。そうなんですよ、実はカセットテープ今若い人に人気でですね、このちょっとね、ノイズが入るのが味があっていいっていうことで、割とまた再燃して売られ始めてるんですよ。実はこのカセットテープって、もうカセットテープに関してはずっとなくなるだろうって言われてたんですけど、 MD が早々になくなりましたからね。カセットテープは残って MD がなくなって、でもレコードも最近復活して、レコードはやはり音がいいので、まあレコードの復活に伴いカセットテープの味っていうのもまた評価されるようになったっていうのはまた面白いところだなとは思います。何事もプロの方が行っているもののことを見た時は人知れず感動がございます。内選手さん、そうですよ、僕もやはりプロの人がやっているものを見ると、まあお酒を作る、料理を作る、音楽をやる、やはりそれぞれリスペクトがあるとすごいものとことって感動できますよね。すごいですよね。ひろみさん、ラジオで見るよりもっと若いですよね。最近デコボコを観覧した女性、観覧していた女です。もちろん分かってますよ、ひろみさん、昨日もお会いしたじゃないですか。はい、いつも本当にありがとうございます。これからもデコボコをよろしくお願いします。じゃなかった。 僕もよろしくお願いいたします。あ、シュプリームさん、ヒロミさん、こんにちは、と。そうですね、こちらでもですね、皆さん、リスナーさんが、こう、コメントをしていただくと、わいわい盛り上がってまいりましたので、皆さん、どうかよろしくお願いいたします。はい。では、間もなく30秒ほどで、曲の方を開けてまいります。曲開けると、一度曲紹介したら、告知の方を行いたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、お送りした曲は「アイガチュー」でした。「アイガチュー」のこの「アイ」と「GOT」と「ガット」と「ユー」がですね、 YOU じゃなくて、ただ単にアルファベットの「ユー」一文字で「アイガチュー」ですね。こちらの曲紹介したのがですね、実は僕感動したっていうことで、この曲の、プロモーションビデオが、実は VR をイメージしてるプロモーションビデオで、VR マシンを買った
男性が家に届いたこの VR マシンを楽しみにしてですね、つけると、まあ、手袋とですね、この、画面ゴーグルをつけるとですね、目の前にこのリゾートの映像が広がって、プールに飛び込んだり海に飛び込んだり、美味しいカクテルを飲んだりとかっていう、そういう PV なんですけど、実はこの PV が出た当時っていうのはそこまで VR ってまだ進歩しなかったんですよ。っていうのも、こんなのが出てくるよってオキラスリフトっていうものが VR ゴーグルが開発されて、でこんなのが出てくるよって言ってもみんな、そんなのまだまだ先でしょみたいな時期だったんですけど、今プレイステーション VR とかですね、かなり質のいい VR 映像を楽しめる機会っていうのが一般に広まりまして、それこそ初めて VR を体験した時にはすっごい感動しました。バイオハザードもいいんですけど、プレイステーション VR のゲームも楽しいです。ああいうVR も楽しいんですが、僕が初めてやったのはやはりゴーグルですね。スマホを差し込んで、VR を表示するゴーグルっていうのを1000円、2000円ぐらい先に買って、もう始めてみると、もうなんだこの映像はと、もうついてくるぞみたいな、初めて体験した時には VIV っていうアプリで自衛隊がと撮影したですね、ブルーインパルスっていう飛行機の中から撮影した、コックピットの映像を360度視点で見れるっていうアプリがあるんですけど、これを利用してみたらですね、すんごいんですよ。飛行機の中の映像が自分の目線で見れる、わーって感じでね、はい、感動いたしました。この感じの映像でですね、今年はですね、エースコンバットってゲームがですね、プレイステーションの方から出るので、これで遊べるってなるとやはりまた感動もんですね、はい。でちなみにこの PV の方なんですけど、まあいろいろこう進んでいって手袋はめてるんですよ。でこの手袋はめるっていうのは、要は触ってる感覚をこうなんか伝えるみたいな意味合いを持ってるんですけど、実はこの技術に関しても今からだんだん出だしそうで、今一番注目されているのはリストバンドをつけて、ここにですね電気信号を流して筋肉のこの動きを制御することによって、あたかもそこにあるものを触っているような感覚を人工的に作り出すって研究も今進んでおります。なので意外と遠くない未来、もう本当に5年とか10年かかんないぐらいで、手袋ないし、このリストバンドつけることによって VR のゲームしながら実際にそれに触れるっていう時代が来るかもしれません。そういう時にはやはり皆さん遊んでみると感動すると思いますので、ぜひね、出たらみんなで遊びましょう。ということで、以上今曲の紹介でした。はい、ということでですね、ちょっと FM ギノワンの方から、告知の方を行いたいと思います。まずですね、ゼロ歳児からのコンサート、椅子のプレゼントということでですね、こちら2017年8月6日日曜日、パレット市民劇場の方で予定されている、朝の部、昼の部で分かれている親子2組での、チケットをですね、リスナープレゼントがございますので、もしよければ、FM ギノワンの方に、お問い合わせください。こちらですね、当日になると、前売り券は、大人1000円、子供500円、当日券も各500円増ということで、当日券は、大人1500円、子供が500円となっております。これはオーケストラのですね、コンサートになりますね。いや素晴らしいオーケストラ、僕実はオーケストラ結構大好きで、さすがに鑑賞って僕は車持ったのが本当に社会人になってからなんで、そこまで時間作っていけるような時に車がなかったのが残念だったんですが、やはりオーケストラ実際目の前で見るとすごく感動いたしますよね。さまざまな楽器が統一されて音を鳴らしてっていう空間にだけで僕はもう感動もなんですけど、皆さんもいかがでしょうか。オーケストラって聞いた、実際に見に行ったよとか、コンサートってすごかったとかってありますかね。
自分は割と小学校、中学校、金管バンド部が優秀な学校で、結構派遣とかがあるところだったんで、実は体育会系の部活入る前には、ちょっとそういう金管バンドもやりたいなっていう時期はあったんですけど、どうしてもバンド、音楽もやりたいんですが、僕としては体が弱かったんで、どうしてもこの体育会系の部活入って体鍛えたいっていう思いがありまして、そちらの方に、邁進していったんですが、やはり音楽の基本っていうのはオーケストラだと思うんですよ。なので、DJ するにあたってもやはりオーケストラの勉強は必須ですし、オーケストラってやっぱりロックともつながってたりとか、いろいろ奥の深い音楽なので、それをですね、0歳児から楽しめるようにコンサートの方をしているようなので、ちょっとこちらの方も皆さんですね、チェックしていただいて、いただきたいなと思っております。はい。その他ですね、一回待っておきますね。はい、こちらですね、オルカ号のシュノーケリングツアー、リビングツアーというのも、あるようですよ。那覇の、三条湖、ミエグスクですね、ミエグスク湖、那覇ミエグス、あ、そうです、那覇ミエグス湖ですね。で、集合10時、15分、10時、出港が10時45分、夏休み企画。7月の22日、30日は過ぎてますね。8月から、6月、あ、8月6日、12、14、19、20日。で、9月の16まで、大人がですね、1万円、13歳以上、少人、6歳から12歳までは8500円の、ツアー企画となっております。タイムスケジュールが集合10時15分から、シュノーケリングポイント、シュノーケリング開始して、最終的に帰港するのが夕方3時、15時45分を予定しています。30分が45分ですね。で、有限会社、ウエストマリンの方まで、お問い合わせお願いいたします。こちらの電話番号の方が098-866-0489、繰り返します。098-866-0489となっています。有限会社ウエストマリンです。そうですね、僕沖縄にいながらまだシュノーケリングとかダイビングとかやったことないんで、ぜひ僕もね、経験してみたいなと思います。それこそ海の方もですね、初めて体験すると感動するよなんて友人から聞きますが、そういう体験もしてみたいですね。はい、あとサテライト沖縄の方の舞台、第2回の、プロデュース公演があります。こちらがですね、死ぬ気や心のユニット人情は女が見捨てやるってことで、2017年9月2日土曜日、あとですね、2017年9月3日日曜日の全3公演ですね。まず土曜日の方が会場18時30分、開演19時で、3日の日曜日の方が12時30分会場の、13時開演で、2回目の公演が、16時30分会場の、17時公演ということで、全3回の公演を予定しております。こちらがですね、前売りがですね、3000円、当日が3500円となっております。場所が沖縄市民小劇場アシビナーの方で、行う予定になっております。このサテライト沖縄の公演2回目になるんですが、そうですね、 FM リノアからすごい、数の方が出られるんですよ、実は。水曜日のサガンブリーズの岸本さんとかですね、で、日の神の、ゆうこちゃんとか、今日のエビックの北見さんとかですね、皆さん出演がありますので、こちらもですね、チェックしていただいて、どうか、舞台の方、興味ある方、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、では学生向けのトーク、こちらもですね、そうだ、トロピカルビッシュの授業プログラムの方は、8月も9月もありますね。はい、
トロピカルビーチジュニアプログラム2017ライフガードと一緒に楽しく遊びながら海の安全をや身を守る知識を学べる1時間半の程度のプログラムです。こちらの方ですね、8月の13日日曜日、26日土曜日を予定しております。で9月の方も10日日曜日、23日の土曜日を予定しているんですが、午前の10時1時間半程度、午後の14時1時間半程度を予定して、2回の、プログラムになっております。4時から高校生までお宿半で参加無料でございます。皆様海の正しい遊び方を学んで、それで、このですね、素敵なサンセットで遊ぶために正しい知識を、身につけていただきたいと思います。お時間の方がもう50分回っておりますね。ちょっと最後食用意してたんですが、ちょっとこちらを、どうしようかな。いや、曲はもうちょっとまた次回にしましょうね。もちろん今の夕日の感じにはすごい合うと思うんですけどね。はい、ということで今日のどうしたら用意してた曲最後まで時間が近いので BGM で流しましょう。割とですね、元気の曲なので、こちらの曲の方がですね、アレストという DJ さんが作られている曲で、I wanna know っていう、歌でございます。フューチャリング猫さん&バインですかね、バインズさんが、フィーチャリングでボーカルをして歌っておりますね。ニコ&バインズ、すごくクラシカルな雰囲気の曲なんですけど、ちょっと本気でありますね。ちょうど今この夕日の傾いてきたギノワンのサンセットに合うんではないかと、ちょっとお聴きいただいていいですか。ビーチの皆さん聞こえてますかね。はい、こちらの曲なんですが、ちょっとクラシカルなイメージの曲ですよね。実はまあアレストさんもそうですし、アビーチさんもそうなんですけど、結構 DJ さんってね、EDM やってる方、割とこういうクラシカルな曲多いんですよね。ですからやっぱり昔からのディスコソングとかだけではなく、やっぱりポピュラーなソングもそうですし、割と昔の段階から聴いているものが多いんでしょうね。あとクラシックとかも結構勉強されてると思うんですよ。だからオーケストラとかも勉強してると、どうしてもやはり曲調っていうのがどの曲にも影響してくるので、やはりちょっと感動的なこのコードというんですか、感動コード C とかって言いますけど、こういう曲の作り方本当にいいですよね。僕はもう本当にこういうのに感動してしまうんですよ。で今ですね、本当にもう日が傾いてきて、このちょっとで、アイマのノーのこのゆったりしたこの雰囲気っていうのが、これギターの音とかがですね、心にしみる、本当にしみるっていうような形で今日はお届けしておりますよ。はい、皆さんメッセージの方はいかがでしょうか。ちょっとツイキャス止まってないよね。はい、メッセージの方がまだ更新されてないですね。この夕日の傾いてきた疑問に合うんではないかと今流した曲なんですが、実はやっぱりリミックスでエレクトロにアレンジされてたりするんですよ。こういう曲もかっこいいんですよね。アピチさんの曲の、ウェイクインアップとかも途中でエレクトロが入って感想で、しかもその流れが自然だったりとかするのがすっごいかっこいいんですよね。
自分もああいうね DJ プレイをしたいなと思って、今めちゃめちゃあのクラシックから何から勉強しながらこう音楽聴きながらこう毎日アナリジの仕方をね部屋でこっそりやってるんですけど、部屋でこっそりとかね三条のおっさんが怪しいっすね、はい、もうさっきからねあの観光客の方ですかねビキニですごい目の前にいるので気になっちゃうんですよね、はい、ごめんなさい僕スケベですね、はい、ということで、お送りした曲は、I wanna know アレストで、ビジャリングニコ&マインズさんでした。はい、お時間もまもなく30秒となりますので、では、また来週ですね。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。では、サザンブリーズ今日の担当はですね私、キャンがお送りしました。では皆さんまた来週もぜひよろしくお願いいたします。ではメッセージもですねまた どしどしと応募ください。来週もお会いしましょう。ではありがとうございました。はい、ということでツイキャスの皆さんもどうもありがとうございました。はい、今日の放送は以上になります。では、またですね来週になりますけど、またテーマをですね考えて、もう2ヶ月目ということで僕もだいぶですね調子が出てきましたので、前もってちょっとトークの方のテーマあの募集したりとか、コーナーを考えてみたりとかですねこれからもやっていきたいと思いますので、ちょっとまた僕が成長していく姿をラジオで見守っていただきたいなと思っております。では皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様です。